まあおしゃれに今回ですね、僕は料理があるのでね、家に招待ということでやっております。まあそれとはね、ようこそ我が家ということでもう分かるでしょう、分かる方もいらっしゃるでしょう、大人気アカデミー賞最有力の女優ですね、今井安部さんです、どうぞ。今井安部さん、ありがとうございます。本当どうですか、今回今井安部さんは今おいくつでしたっけ。19歳です。あ、19歳、見えないね。いやもう大人っぽいっていうか、なんか落ち着いた雰囲気がすごいから、よ、ちょっと言われない、落ち着いてるって。そうですね、たまに言われますよね、はい、いやすごいな、19歳。いやもうなんか文明を感じるもん、話してて。まあ、そんな今井安部さんが今何のドラマに出演させるんですか。ようこそ我が家。じゃあちょっとその VTR をまず見ていただきましょう。些細なことをきっかけに穏やかな日常が一瞬のうちに崩れ去ってしまうことがある。これがあいつとうちの家族の戦いの始まりだった。ちょっとしたトラブルをきっかけに謎のストーカーに狙われることになる。さっきから外にずっと変な人がいる。その日から我が家は全てが変わってしまった。ようこそ我が家へ。4月13日月曜夜9時スタート。あ、ね、こういうすごいですね、嵐の相葉さんと共演ですね。そうなんですよ。初めてですか、共演は。そうですね、初めてですよ、ね、はい、どんな人でしょう。そうですね、すごい優しい方です。マジですね、爽やか。言いますも、嵐の相葉さんは優しい。まず川尻さんとか、有村さんとか、はい、共演ですかね。どうですか。すごく仲良くさせていただいて。素敵ですね。じゃあ P ファイルってなるから。何ですか。いやもう、こんなね、綺麗な今井安部さんですけども、はい、もう、でもなんか嫌なことってあるわけないだろうな。あるな、これ分からないの、ありますね。じゃあちょっと聞いてみましょう。はい。弱点はという質問に対して澤井さん答えてくれたんですけど、はい、ちょっと弱点は何だと思います、自分で。何ですかね。そうですね。特にない。あ、特にない。そうなんですね。あ、もう最強。最強。なんか格闘家とか目指されたの、確か昔ね。あ、そうですね。今井安部さん10歳ぐらいまで。そうですね、ミドル級のチャンピオン、10歳の啓発きます。そうですね。そんなサージさんがありますよ、弱点。額にある点を押すと死ぬと。額にある点を押すと。なんで言ったんですかね。絶対に言わじゃなかった。気をつけますね、こっちもちょっと。うっかりこうやってったらもう死んじゃうからね。本当に気をつけます。まあそれはちょっとおいおい、もう死んでるから困るんでね、はい、ありませんね。まだ、あ、弱点がないと思って。はい、点以外はないです。あとじゃあもう一つ質問がありましたね、はい、最近びっくりしたことありましたか。びっくりしたこと、はい、そうですね、でもびっくりさせたことかな、この相葉さんが答えてるから。相葉さんに対してのびっくりさせちゃったことって何でしょう。ありました。特に覚えてないというか自覚がないんですけど、はい、そうですね、やっぱり見る窓見る窓全部割っちゃうからです、ね、ああ。いや、まあ、そうなんですか、はい、安部さんですよね、やっぱ安部さんの力がすごいから。それはその話を聞いたことあるんですけど、相葉さんから情報だと、額のコブを取ると鳩が出てくる。あれびっくりしたんですかね。びっくりするでしょ。びっくりするでしょ。コブ取って鳩取ったらびっくりしますよ。でもマジシャンの経験があった。そうですね、10歳ぐらいまで。あ、はい、いやでも本当に面白い素敵な人だと思います。そんな安部さん、最後ですね、はい、お父さんも隼人さんティラミア来てるよね。あ、どうですか、知らなかったんですよ、ティラミアのこと。知らないです。大丈夫です。戻っていただきます。安部、最近暖かくなりましたね。世間では春というらしいですよ。どんな春をお過ごしですか。ハヤトです。安部はいろいろ自分で背負い込んじゃうとこがあるから、新社会人としてうまくやっていけるか心配です。ハヤトです。その安部がね、責任感があるとこが好きですよ。
でもあんまり無理しすぎないで、おじさん待ってるからいつでも青森に帰っておいで。サンキューです、父より。素敵なお父さん、ね、普段こんなこと絶対言わないですね。まあ何せ5月ですからね、今よく断るって言えたなと思いますけどこれやっぱ隼人さんのいいところだもんな。これ隼人さん似てるって話をしてましたけど、どう？全然似てないです。なんかじゃあ番宣の方、ようこそ我が家、どんなものか。ようこそ我が家、家の話です。ぜひ見てください。月曜9時ですね。はい、フジテレビのはっちゃんでやっていきます。ありがとうございました。ありがとうございました。